どうも、こんばんちは、キヒトです。ザ・ゴーストゲート、続きやっていきたいと思います。ロードじゃねえな。スタートだね。迂回、落書き。じゃあ、左からやっていこうか。迂回。グラウンドを横切ってきたって?暗いのに目もいいな。グラウンドの方に回っていこうって話をしたから。ごめんね、ジキちゃん。平気、君が無事だったから。鉄棒の近いところだったっけ?じゃあ、ありえるか。ま、俺はお前らが見たというお化けなんかは信じないけどさ。何かの見間違いだろ。キャー!もう!なんだ?何があった?どうしたの?あそこ、上に何かが。ああ、うるさい。お。え?なんだ?パークシフォンじゃね?いい、ジュンイック?勉強もしない奴が学校に何の用だ?こんな夜中に。お前の知ったこっちゃね。気にするな。私の知ったことではないが、もうちょっと静かにしてほしいな。夜には音が余計に響くことも知らないのか?今の声にまだ頭が痛い。すみません。で、お前は学校で何してるんだ?この真夜中に。いや、愚問だった。ガリ勉野郎が勉強以外に何をするったんだ。夜遅くに女子たちを連れて、うろうろする奴よりはマシだと思うが。この野郎。私たちは一階で会っただけです。私はこの子と一緒に来ましたし。何か問題でもありますか?いや。そんなことはどうでもいい。私に用なんかないだろう。忙しいのでこれで。ああ、さっさと行けよ。くそ。いつも本しか見てないから性格がああなんだ。ジヒちゃん。ちょっと。あの前に床に何かが。床?何言ってるんだ?あれです。わっ、くっ。くだらないいたずらだな。いや、やべえだろ、あれ。いたずら?最近、3年生の中で、暇な連中が幽霊の人形でいたずらをしているって話だ。教卓の下に置いて、先生を脅かした件で、警告も受けたと聞いたが、今度は廊下か。いやあ、勉強しか知らん奴がよくもそんな話を知ってるな。頭が冴えていれば細かい情報も自然に覚えるものだ。お前にはわかるはずがないが。言いやがったな、お前。喧嘩を売るな。これ以上の時間の無駄はしたくない。無駄遣いだね。したくない。やめて喧嘩しないで。近づいてきてる。あれ、こっちに近づいてくるみたいですけど。は?くだらなすぎて聞いていられないな。そう?ビビりすぎじゃね?そのままだぞ。別のところに行きましょう。他のところに行った方がいいんじゃないの?これは。とりあえず他のところに行こうぜ。やっと静かになるな。なんだ?お前はあっちに行く気か?ダメ!は?あれには近づいたらダメです。
おい、どうしたんだ。ただの人形だって聞いただろ。でもそんな感じがします。てかといったら何か怖いことが起きそうな。怖いことだと？何言ったんだ。ただの人形だぞ。でも、もし何か起きたら後で後悔したくないから。まあ、それはそうだけど。うん。ずっとこうしているつもりですか？言い争ってる間に行きましょう。とりあえずあれを避けて。私がなぜあえてお前らと一緒に行かなければならないんだ。ここでずっとこうしている必要はないんじゃないですか。この子がこれだけお願いしているのに。慈悲ちゃん、そんなに私たちがお嫌いならここだけ避けてから別れてもいいですし。気持ち悪いから早く行こう。え、マジで一緒に行く気か？二度も言わせるな。早く行きましょう。お願い。もう、わかった。じゃあ、まず俺のクラスに行こうぜ。一緒に入るか？一緒に探してあげないといけないか？どれだけ大げさに隠したんだ。こいつは口を開けばいつも。てめえに言ったんじゃねえ。じゃあ外にいろ。一人で行ってくるから。前を見ています。ジヒちゃん大丈夫よね。ね。うん。はぁ。情けないことこの上ないな。うん。早く探さないと。多分机の中に入れてたはずなんだが。探索。あ、これだ。あ、なんだこれは。何の紙切れが。ゴミか。パパがお酒に酔って怒鳴っていた。今日のパパはすごく怖かった。私は赤ちゃんをぎゅっと抱いてお部屋で静かに泣いた。なんだこりゃ。なんでこんなのが俺の机に。くそ。どんなパクシオみたいなやつが。探し物は出てこないし、これは後で出るときに捨てよう。で、あれはどこに行ったんだ。ここにないはずがないのに。教室じゃなければ、さっきの理科室。くそ、仕方ない。パクシオンの野郎がまたここと言うよな。なんだ、なぜ手ぶらなんだ。はあ、どうやら理科室に置いてきたみたいだ。なんだと。なあ、もう。情けないやつ。こうだからバカなやつはダメなんだ。どうしても付き合ってやらない。何？この野郎、見逃してやってたら。なぜ黙る？お前のミスだと分かったからか。てめえ。理科室出るとき寄ればいいです。は？どうせ玄関のそばにあるから。最後にちょっと寄ればいいでしょう。そう、そうしたらきっと大丈夫。間違ってはいない。すまん。教室にあると思ったかな。平気ですね。うん。じゃあこれから私たちの教室に行きましょう。君も？まさかあの子の教室にも行くつもりか。同じクラスだからそこだけ行けばいいです。そうしたら、3階に回っていくってわけか。さっきの廊下を迂回するという利点はあるが。何分析してるんだ。さっさと行くぞ。
間抜けなことしやがって。人に無駄をされたやつが命令するな。まっ、もう行きましょう。みんな急ぎたいのは同じですから。わかった。ふぅ。お。案外よかったね、向かいは。落書き。ふぅ。ハリたちもね、さっきのあれ、幽霊だよね。来ない方が良かったのかな。そうだ、俺あれから、あれ大丈夫だったの、緑の子は。やられちゃったのかな。とりあえずみんな探さなきゃ。もう出ていいよね。ふぅ、みんなどこへ行っちゃったんだろう。そんで、あれは体格も大きいくせになんであんなに怖がりなの。階段も全部集めたと思ったのに、聞き逃したのがあるみたいだし。ん？これって、さっきの落書きみたいなのかしら。あっちにもあるね。うん。二つだけかな。読んでみよう。探索。ここにもなんかある。教室の中だが安全だと思うな。なんなのよ、もう。まさか、まだ何かが飛び出してくるんじゃないわよね。で、この落書き、まるでたった今刻んだように見えるわね。他には？おお！めっちゃ覗いてるよ！電気のついたところには近づかないで。真っ暗なところも同じよ。電気のついたところには近づかない？真っ暗なところも同じ。これはまたどういうことよ。わかんない。どういう意味かは後でゴンやジンウに聞いてみよう。みんなどこにいるんだろう。電話してみようかな。え？あ、もうまた？あんた今日塾でも消えたでしょ。直接探し回るしかないのかな。よし、周りだけはよく警戒して。え？まさか私だけ置いてみんなに逃げたんじゃないわよね。むしろお前ら友達一人置いて逃げたんだぞ。お、ジンウだ。ジンウ、ハリン。無事だったんだ。心配してたよ。すぐに会えてよかった。さっきのあれ、ねえ。そうみたい。階段が本物だったとは。無事に逃げれてよかったわ。他の子たちは、お、なんかいるじゃん。もしかして、あの子だよ。え、でもこの人は誰？あ、コンジェア先輩だって。うちの学校の3年生。たった今あんたを探しているうちに会った。あんた？言い回しおかしくない？ハリンじゃないの。こんばんは。月の明るい夜さ。それで、ここで何をしてるの？みんなは？まだ。ジェア先輩がここの落書きを教えてくれて、見ていたところ。落書き？ここってどこ？ここ。壁を見て。赤い蝶々、故郷を恋しがる、一番高い階段の下、白い花に座って。こんな落書きがあったっけ？さあ、今日の昼間にも見なかったと思うけど、こういうのを先生たちが放っておくわけないじゃない？誰か夕方にいたずらしたんじゃないかしら。僕もそう思ったけど、ほら、この落書き、書いてから何ヶ月も経ったように見えない。え、ほんと？色が合わせたのかな？どれ？よせ。え、はい。下手に手を出さない方がいい。そう。触れるのはやめよう。念のために。わかった。やっぱり。意味を知らなきゃいけない気がするんだけど。これってひょっとして死みたいなもんじゃない？死？ほら、赤い蝶々が故郷を恋しがる内容じゃない？
文学の授業でもそういうのあるじゃん。去っていったあの人を恋しがる感情を表現した。そういうの？ちょっと違うような。もうなんだよ。恋愛史をこんな風に書くと思う？そうかもしれないじゃない。変な奴は一人二人じゃないわよ。今大事なのはそうじゃない。早くみんなを探さなきゃ。故郷は戻る場所。いきなり何を言い出すんですか？あ、じゃあ一番高い階段の下っていうのは。そうさ。それじゃあ赤い蝶々は、まさか。赤い蝶々は手がかり。何の手がかりですか？あ、もう、ジンウ、一体何を言ってるの？白い花を調べた方がいい。あ、ね、ジェア先輩。白い花。何よ、あの人。頭おかしいんじゃない？そういうこと言っちゃいかんよ。そんなこと言っちゃダメ。ねえ。でも、こっちの話は全然聞かないし、自分の言いたいことばっか言って言っちまったんだもん。でも、ゴンがいつも差別発言に注意しようって言うじゃん。わかった。悪かったわ。収穫もなくはなかったよ。ジェア先輩のおかげで少し分かった気がする。え、本当？先輩の言う通りなら、この落書きは、4階に手がかりになる何かがあるみたい。そう、それって一体どういうこと？ん？あんたたち2人だけで会話してて、私は全然分からなかったよ。なんで4階なの？ああ。じゃあ、少し説明をしてから行こうか。うん。一番高い階段の下って言葉は、4階のことだと思うんだ。なんで、屋上に向かう階段の下だから？うん。それだけ？他に何か必要？はあ。あんたにちゃんと説明を期待したのが私がバカだったわ。それで、4階のどこ？それが問題。白い花を調べろって言ってたけど。調べろって、それはどういう意味か。今はこうしてる場合じゃないわ。悩むのは後、まずはみんなを探しましょう。ゴンが役に立つかもしれないじゃない。まあ、そう。わかった。そういえば、私もさっき落書きを見たんだけど。本当？どんな？それが、教室の中が安全だと思うなと、電気のついたところと真っ暗なところに近づくなって。隠れてた教室が見つけたものだったから、やたら気分が悪くなってすぐに廊下に出たのよ。その直後にあんたに会ったの。そうだったんだ。教室も危険だ。確かにさっきも。そうだよ。みんなはどこに行ったかな。教室じゃないところにいることを祈るしかない。あ、そうだ、ジンウ。あんたは携帯使えるよね。私のはバッテリーのせいで消えたの。そうでなくても、さっき確認したんだけど、圏外だって。は？うちの学校でそういうことは一度もなかったじゃない。そうだね。もしかしてこれも幽霊の影響かな？その映画の中でも。まさか。だよね。あんたの携帯も壊れただけだよね。じゃあ一旦続けていこう。さっきソンテがあっちに走っていくのが、行くのだけは見たの。ああ。みんなこの方向だったと思う。うん。ジンウ、あれ、なんか白いのが。うん。あれは僕がさっき隠れていた教室の前だけど、もしかして何か落としたんじゃない？
そんなものは持ってきてなかったからね。どれ？触ってもいい？大丈夫そう。ほら、見て。あ、なんだと思ってたらハンカチをね、破れて捨てたのかな？というより、何か書いてあるよ。そう？どれどれ？帰る道はない。何言ってるの？これは。まさか。どうしたの？こっちが不安になるわ。不吉な感じがする。早くみんなを探した方がいいな。急ごう。お、ハイドアウト。同時刻の視線かな、これは。多分。ゴンとか、そっち系の子たち、あれかな。おう、ソンテね。はぁ、あ。これなんてこった。すみません。二人でいるにはちょっと狭いですね。あ？ちげえよ、おい。そういうことじゃねえ。はい。ハリンのことが心配か？はい。どうしても。まあ、なんだ。他のところにちゃんと逃げられたはずさ。隠れる場所がここしかないわけじゃないし。僕は、ソンタさんが背も高くてよく見えるから、ハリもこっちについてこられると思ったんです。おお、ま、俺が早すぎたか？まあ、ハリは靴のせいで早く走れなかったかもしれませんね。だろ？女子ってみんな不便な靴ばかり履くんだから。え？おいおい、何の問題もねえって。もし何かあったら、大声でも出しただろ？あんま心配すんなって。俺は幼い頃からずっと見てたからわかるんだが、あいつは絶対人より先に、損をしないよ。昔はいつも怒られる時には、いつの間にかいなくなってたよ。逃げる時はまるで幽霊だったぜ。だから、今もどこかにちゃんと隠れてるはずさ。俺たちももう少し後で探そうぜ。はい。ソンタさんが羨ましいですね。急に何を言い出すんだ。どっしりしてて。こんな時もソンタさんと一緒にいるから頼りにもなるし。僕は、そんなに頼もしくはないですから。男のくせに何を言ってるんだ。お前だって、言い出すなったら役に立てるぞ。そうじゃないか。そうでしょうか。もちろんさ。俺を信じろ。ところで、他の連中もちゃんと抜け出せたよな。ね、さっき、ヒジョンさんは窓の一番近くにいませんでしたか？そうだっけ？そうだったような。心配ですね。電話でもしてみるか。みんな携帯は持ってるし。はい。県外じゃないの？うん。出ないようですね。ハリンに電話しちゃうな。ジンも出ねえな。はい。あいつら、まさかお前のいないところで、二人きりで見つめ合ってるんじゃないよな。まさか。ハリンは今日塾でも、バッテリーがおかしいって、イライラしてたんですから、切れたのかもしれません。前もってそう言っておいたのかもしれない。もう、ソンタさんも、とりあえず、ここから出て探しましょう。え、もう？電話にも出ないから、直接探してみた方がいいと思います。ここがずっと安全だという保証もないし、もし何か現れたら。そうだな。よし、早く出よう。トイレかよ、しかも。どうした？さっきはパニックだったので知らなかったんですが、今見ると結構不気味ですね。こら、そんなん言うな。余計気になるじゃないか。すみません。でも。ん？まただぞ。やめろって。いや、あそこの床に何か光ったんですけど。これね。これなんかギリギリまで粘った心霊現象起きんのかな。
うわぁ。なんだ、単なるヘアピンじゃないか。人を驚かしやがって。はい。でも、誰かが捨てたようだな。壊れてるし。誰かが忘れたのかもしれません。ハリーに持っていて聞いた方がいいと思いませんか。おい、でも、なんかちょっと、ハリーならこれが誰のかわかるかもしれませんし。ちょっとおかしくないか、これ。そうですか。おう、絶対。さっき入ってくるときはこんなもの見えなかっただろう。急に出てきたようにさ。うん。急いでいたから、単に見つからなかっただけかもしれませんし。ちげえよ。急いでたけどちゃんと見たんだよ。何があるかわからないから。それにこんな壊れてちゃ、これが誰のかハリーもわからないと思うし。そうですか。いや、持ってった方がいいんじゃない？後ろのやつ超気になるけどね。うん。意味があるものじゃ、でしょ、絶対。それでも、持っていきましょう。おいおい。なくしてしまった人には、大事なものかもしれませんから。ハリもわからないと言ったら、来週に職員室に持っていけば済むことですし。俺は知らん。勝手にしろ。ヘアピン一つくらい、大した問題はならねえよな。ありがとうございます、ソンテさん。なんてことないさ。じゃあもういいな。早く行こう。はい。うわ！キャー！ハリン！なに？キムソンテ、ゴンと一緒にいたの？無事だったんだ。よかった。あんたたちこそ何事もなか。で、なんで女子トイレから出てくるの？ああ、逃げる途中、ソンテさんを追いかけて。この変態たち。こら、なんでそうなるんだ。驚いて逃げてたから、そういうこともあり得るんじゃないか。よりによってなんで、すぐそこに男子トイレもあるのに。そんな余裕なかったって言ってるだろう。本性が現れたんでしょうね。近寄るな、この変態。もう、こいつはいつも。そこまでにしよう。それで、あんたたちも、ヒョジョンは見かけなかった。僕たちはずっと、二人きりだったんですけど。そう。じゃあ、さっきのあの教室の方にまた行ってみるべきか。ちゃんと逃げられたはずさ。俺たちもみんな無事だし。スローリーももう出ようぜ。そう、ハリー。お前が望んだ幽霊を見たから、もういいだろ。は？あんたほんと自己中ね。新ヒョジョンがどうだったかも知らないのに、見捨てて出ようって？私はあの子があんまり好きじゃないけど、そんなつもりはないわよ。俺だってあいつのことは心配だが、また幽霊と会うのは絶対嫌なんだよ。何言ってるの、もう。いつもギリがどうのこうの言うくせに、いざ肝心な時はこんなんだから、この役立たず。よせ。僕たちが喧嘩する必要はないよ。だって言ってることがクズすぎるから。ハリー。はぁ。わかったよ。あんたたちがそこまで言うなら。ヒョジョンさんに電話はしてみたの？いや、知ってるでしょ。私の携帯のバッテリーがおかしいの。そうでなくても、さっきあんたにかけようとしたんだけど、すでに切れてたの。はぁ、早く帰らなりしなくちゃ。あ、ジムのは圏外だって。そう。僕とソンテさんのは問題なかったけど。あんたたちは通話できたの？ああ、いや。君もジンウ先輩も出なかったので。携帯貸して。はい。どれどれ？ハリンがヒョジョンのことをかなり心配してるね。あ、俺だって心配してないわけじゃないんだが。そう。もちろん知っているさ。あ、ちょっと静かにして。呼び出し音鳴ってる。早く出てよ、新ホビット。ヒョジョンじゃなくて。あ、もしもし、新ヒョジョン、あんた大丈夫？今ど、キャー！どうしたの？
今、携帯から変な声が。変な声。うん。俺の携帯壊れちゃったね。ごめん、ゴン。明日新しいの買いに行こう。嵐のと一緒に。ほら、今それが問題か。そう、どうしよう。ひょっとして、さっきのあの幽霊に。早く逃げないと、俺たちってなんとかできる頃じゃねえだろ。このままずっと学校にいても、俺たちの場で危なくなるだけなんだよ。そうです。早く出て、おたんたちに助けを求めた方がいいと思います。わかったよ。じゃあ、早くここから出ましょう。やっぱやられちまったのかな。はい。というわけでね、じゃあ時間もいいんで、じゃあ今回はね、一旦この辺で終わりにしたいと思います。ぜひともね、チャンネル登録、高評価などもよろしくお願いいたします。というわけで、次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは、